えー、こんにちは。今回は FX のことについて、えー、ご質問をいただいております。インスタグラムの方とね、あとツイッターを通じてのファンの方、それから YouTube の方、まあいろいろとありましたんで、一括でお答えさせていただきます。まあ様々な質問があるんですけども、今回はですね、FX のツールを使っていて、 えー、夏頃から使っていて、利益が最初は出せたんだけども、ある時から全く出せなくなって、そればかりか、サービスも打ち切られてしまって、最初の費用だけね、取られたような形で、本当に泣くに泣きませんってことだったんですよね。えー、この FX の業者は詐欺だったんでしょうかってことですよ。<laughs> あの、詐欺ではないんですけども、ただうまくはいかないんですよ。で、うまくいかないことを前提に、このツールも多分配布してると思うんですよね。あの、そもそも FX のツールってどんな人が使うと思います私使ってると思います <laughs> FX は勝てる人は使わないんですよ、そのツールとかなんとかをね。勝てない人が使うんですよ。で、勝てない人が売るんですよ。勝てない人が作ってるんですよ。まあ、これだけでお分かりだと思いますけども、そもそも FX ごときにね、そんな自動売買ツールとかいらないと思いますよ。ちょっと勉強すら別に誰でも勝てるんで。で、そのちょっとの勉強しないでしょ。誰から多くの人は負けるんですよ。 そもそも自動ツールに頼ろうとする時点で勉強する気がないわけじゃないですか。だから格好のカモになりますんで、そういう方がいくら市場に出てきて、どんな装備を持って言うと、私たち裁量で勝つ人間にはかなわないと思います。ですんで、FX のツールを、まあ、買ったり売ったりっていうのは、これからも見かけると思いますけども、どこ一つ取ってもね、結局は数ヶ月の寿命なんですよ。でも、次こそはいいのが出たかもしれないっていう期待したくなる気持ちは分かります。まあ、ですんで、そういう風なねあの、ゲームをしたと思ってください。 あのいちいちね販売してる方は詐欺だとかなだとか言うんじゃなくてそれは素人が売ってるわけですからそれよりも素人な方が買ってですねまあごっちゃになってるわけですよでこういう質問というのはそのツールを買う前にした方がいいと思いますけどもこの辺の思考もおかしくなってると思いますよ。裁量でって聞いたらまあ私はツール使ってないんで。 裁量で十分勝てますよって回答になると思いますし、まあ、そもそもツールで生き残ってる人、私たちプロの間で誰もいないですからね。ただし、ツールを販売しませんかっていうふうな、あの、オファーは結構来るんですよ。企業関企業案件がね。でも私たち裁量で勝ってる人間が、テクニカルで勝ってる人間が、ツール売り始めたらどうですかね。<laughs> 一気に信用なくしますんで、絶対売らないですね。だから信用なくしてもいい人が FX のツール売ってます。 普段 FX なんてやってることが全然ね、お国も、お首にも出さない人。そういう人は本当はやってませんから。で、ツールを売る時だ,だけでずっとやってるふりをしてるんですよ。だからそういうポットでにね、飛びつかないようにした方がいいんじゃないかなと思いますよ。で、少なくとも私は6年間毎日放送してますからね。1日に何回も何回も FX の放送してます。さすがにこれ買ってますよ、ここまでやったら。別に誰かに教わらなくても、そんなね、ツールだとか本読まなくて勝てますよ。 うん、だからあの別に10年20年かかるわけではないんでそうですねまあ3年ぐらい FX を一人で毎日なんかそばを見ながらねこち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 やっていればいいんじゃないですかそれでもう最高のツールあなたというツールができますよそれが一番だと思います、はい、えっ、ー、と簡単に儲かりますよっていうのには騙されないようにっていうふうにお互い思ってると思いますけども結局簡単に儲かる方法に騙されちゃうのは一体誰でしょうかと。 うん、私はね簡単に儲かる方法を編み出すために何年でもかけようと思ってますでそれは誰かに頼ったりとか何かをねこう導入したりってことこではなくて自分の脳のアップデートをするだけなんですよ、うん、やっぱその道の専門家になろうと思ったらねその道で生きていけばいいだけなんで、うん、やっぱね、うん、あれですよね高いバットを買ったからといってホームラン打てますかってことですなんかね打てそうな気がするでしょ打てないですよやっぱりフォームをきちんとしないと ね、FX でいうとテクニカルというフォームをきちんとしないとそれは黄金バットを渡されても空振りばっかりというかバットが重くて持てませんって話でございます以上ですありがとうございました